今村敏夫は元重量上げオリンピック代表選手で、現在は山梨県を登録地とする競輪選手。山梨県演山市出身。塩山中学校に在籍時代、当時氷川高校の教諭だった小宮山哲夫から勧誘を受け、同校入学と同時に重量上げを始めた。クラスは 62kg 級。その後日本大学に進学し、 2000年の全日本大学対抗選手権大会では、同級の大学公認記録となる、トータル2 8 5ラムをマーク。2002年に高野建設に入社。2004年の第61回全日本ウエイトリフティング選手権、大会6 2ラム級を制し、同年のアテネオリンピックへの出場権を得る。アテネオリンピックでは、 トータル 270kg を記録し、当初12位だったが、3位に入ったギリシャのサバニスが、ドーピング違反で順位剥奪となったことから、繰り上がって11位となった。2005年、高校時代の恩師である小宮山が、ナショナルチームの監督に就任。恩師の指導の下、アテネ五輪の結果に満足していない思いから、2008年開催の北京オリンピックでの剣道従来を期した。 しかし、2008年の全日本選手権を制したものの、その後行われたアジア選手権で9位に終わったことから、北京オリンピック出場を絶たれ、重量を上げ選手としての現役引退を表明。一方、仮に北京オリンピックに出場できたとしても、重量を上げ選手としては、同大会で区切りをつけると同時に、競輪選手への転身を希望していた。その後、 日本競輪学校第99期生一般入学試験を受験。2009年7月17日に同校合格が発表された。同年11月25日に入学。2010年10月15日、同校を卒業。在校競争成績は89戦16勝で第15位。同年11月1日付で競輪選手登録された。 2011年1月5日、千葉競輪場でデビューし6着。初勝利は、同年1月23日の岩木平競輪場。ありがとうございます。